あ、あれ聞こえてないかな。ねえ、おはよう。大丈夫だよ。それよりすごい緊張してるね。っていうか俺たちの名前覚えててくれたんだ。嬉しいな。な、トーマ。大した人数でもないんだから普通でしょ。それよりアサヒ、転校生といきなり初日から慣れ慣れしくしてたらバレるよ。え？別に大丈夫だよ。転校生に優しくするのって普通じゃない？アサヒの場合ただでさえ注目されるんだから、必要以上の干渉はかえって迷惑だと思うけど。そうかな。あの、おはよう。そこ塞がれてると中に入れないので、どいてもらっていいですか。どうも。いや、サクはいつもあんな感じだから気にしなくても大丈夫だよ。それよりさ、敬語とかはなし。同じ学年なんだし。うん、それでトーマも構わないよね。好きにすれば。だってさ、じゃあ改めてよろしくね。席ここみたいだよ。俺の隣。ああ、敬語使っちゃダメ。何か困ったこととか足りないものとかあったら言ってね。隣同士なんだし。はあ、だから言ったのに。朝日はそういうとこ全然わかってない。どうしたの？大丈夫？次の時間自習だって。よかったら校内を案内するよ。ああ、大丈夫だよ。この学校は自習の時は他のところで勉強しても構わないんだ。人によっては部活の練習しちゃったりするよ。次の授業までに教室に戻っていれば問題ないから出て行っても平気。朝日、昨日言っていた件早めに打ち合わせしとかないとダメなんじゃないの？ああ、そっか。それがあったっけ。仕方ない。ごめんね。また後で。
ねえねえ、皆川くんたちと知り合いだったの？そうなんだ。皆川くん優しいもんね。でも羨ましいですわ。あんなに仲良くお話できるなんて。それはもう、優しいしかっこいいし、それに彼、学園長の息子さんなのよ。同級生はもちろん、下級生や上級生からも人気なのよ。とは言っても特別なお相手は今のところいらっしゃらないみたいだけど。運動神経抜群、成績もトップクラス、まさしく王子様よね。そう、釣れないんだけど、そこがまたいいのよ。あの冷たさがいいっていうか。あら、そうおっしゃるなら私は滝沢くん派だわ。あの物静かな感じとミステリアスな雰囲気が素敵じゃありませんこと。ねえねえ、昨日は皆川くんと何か話した？なんだかとっても仲が良さそうでしたものね。あ、そうなんだ。残念。じゃあまた後でね。またお話ししましょうね。
でも、重いですよ。じゃあ少しだけ、上の2冊を持って行ってもらってもいいですか？ありがとうございます。助かりました。今朝？ああ。これが普通なんです。よく言われますけど、別に怒っているわけじゃなくて、表情が乏しいのも話さないのも生まれつきなんです。だからそんな風に怯えなくてもいいです。謝られるようなことは何もないですけど、あと別に敬語なんて使わなくてもいいです。皆川に対してと同じで構いません。同級生ですし。この話し方は癖みたいなものですから気にしないでください。それから、できれば名字の呼び方はやめてもらえませんか。親と同じだから、その呼ばれ方嫌いなんです。名前でいいです。構いません。あと敬語。はい。この学園は寄付金も莫大だから、図書館以外にも、どの施設も一流のものが揃っています。本、好きなんですか？そう。一緒ですね。あまりあそこには関わらない方がいいですよ。ええ。まあ一部の生徒は噂くらいは聞いているかもしれませんけど。本当はもう行かない方がいいと思うけど、君の場合、そういうわけにもいかないんですよね。皆川がああ言い出してしまった以上は止められないんです。彼はこの学校の王様だから。学園長の息子だし、あの性格だから、彼が決めたことは大抵当たり前のように受け入れられてしまうんです。でも、そういう人間の方が、賢く生きられるんでしょうね。きっと。授業、もうすぐ終わりますね。
ここから校舎までなら休み時間内には戻れますよ。俺はもう少しここにいます。お昼一緒に食べない？なんだ、そっか。せっかく皆川くんと話せるチャンスだったのにもったいなかったね。あの近づき難さとアンニュイなエロ化が一部の生徒に大人気ですの。あのミステリアスな雰囲気、私もうドキドキしてしまいますわ。でもあの方が有名なのはご両親のこともあるんですよ。もともとこの学校は有名人の家族とかって多いけど、その中でもやっぱり両親ともに世界的有名人だと特に目立つからね。本人はあまり話すタイプじゃないからご両親の話とか聞かないけどさ、やっぱり注目しちゃうじゃない。飲み物を。何かもらえませんか？喉が渇いて。ありがとう。多いんです。俺を指名する人は大抵が悩み相談で、まあ面白い話題や話術を持っていないから向こうから話してもらった方がありがたいですけど。親身？いえ、別にそういうわけではないですが。大体相談したいっていう人は内心ではもう答えを決めている場合が多いんです。ああいう人たちが求めているのは話を聞いてもらうことと
自分が決めた答えが合っているという客観的な共感だから。そう、誰かの後押しがあれば、たとえそれで失敗しても、その誰かのせいにできるでしょ。それに、人の話というのは聞いていてとても興味深いです。ええ、特に女性の話は、とてもいいネタの宝庫です。エゴイスティックな話がたくさん聞けて面白いですよ。あの本はまだ入荷しませんか？すみません、注文は出しているんですけど、何せ人気作ですから、書店でも品切れ状態のようなんですよ。最近特に話題になっていますから、注文も多いみたいで。そうですか。僕も手に入れられないので、図書館ならって思ったんですけど、やっぱりすごいんですね、三月舞子の無双。席ないんですか？よかったら一緒にどうぞ。いえ、構いません。随分とたくさんの本ですね。絵本と紅茶の本ですか？そこまで真剣にしなくても、俺たちがそうするのは自身の利益になるからですし。でね、こんな演技のままじゃ役を降りてもらうっていうの、ひどくない？私、すごく頑張ってるのに。確かに、まだ足りないところがあるのは分かっているのよ。それでも、最近は監督も認めてくれるようになったのに。ああ、もう全部やめて田舎に帰っちゃうかな。こんな汚い世界、もううんざりだわ。向上心のない奴はバカだ。な、
どういうことよ。私が向上心のないバカだって言いたいの？いいえ、むしろ反対です。反対？俺はこれまであなたの話をいくつも伺ってきました。あなたがデビューするためにしたたくさんの努力も、デビューしてからの苦労も、今演じている役柄を自分のものにするために役柄と同じ生活をして、役柄のいる世界をきちんと理解しようと頑張っていることも。それはだって、この役に受かった時すごく嬉しかったんだもの。それがあなたの今までしてきたことの結果なのでしょう。常に向上心を持って努力してきたあなたへの正当な評価です。辞めるのは簡単だと思いますよ。あなたのいる世界では継続させるより辞める方が何倍も楽なのでしょう。いや、辞めたくない。辛いことも嫌なこともたくさんあるけど、ずっと夢だったんだもの。こんなところで諦めたくない。人は意欲も見込みもない他人に厳しい声をかけてくれるほど優しくはないし、暇でもありません。その監督もあなたを見込んでいるからこそ厳しくされているのではないですか。私、監督のところに行ってくる。行って私の演技見てもらうわ。君は十分向上心を持っていると思いますが。前向きですね。ですがこちらの絵本は、これも何かの勉強ですか？いえ、そうではなく、君の話は聞いていて落ち着くなと思って。ええ、裏表がなくて。ええ、通常の会話もですが、とかくナイトクラブでの会話は、皆本心を隠したりしますからね。言い方はなんですが、少し酔いそうになります。嘘と本心を無秩序に混ぜ合わせているようで疲れるんです。その点君の話はわざわざ裏を探らなくていいので、とても楽です。あ、お礼を言われるようなことは何も。無双？あんなもの読まなくても支障はありませんよ。さっき頼んだ飲み物まだ？お客さん待ってるんだけど。
ほんと、あんたってのんびりしてるよね。こんなくらいで忙しいなんて言ってたらダメだよ。この先、もっと忙しくなる日なんていくらでもあるんだから。それは、朝日先輩に聞いたから。ああ、もう、先輩と話してたら飲み物の氷溶けちゃうよ。じゃあね。すみません。驚かせてしまって。おしぼりを追加でいくつかいただけないかと。ありがとうございます。さっき、楽しそうでしたね。怒られた。その割にはなんだか楽しそうですよ。かわいいですか。神楽坂のこと好きなんですね。そうですか。弟。いえ、おしぼりありがとうございます。そういえば、君は無双という作品を読んだことがあるかい？いえ。そうかい。まあ、今は入手が難しいからね。実は私は、その初版本を持っているんだよ。話題になる通り素晴らしい作品でね。内容は、その日の朝の空気は冬の湖のように静謐だった。どこかで聞こえた小さな鳥の羽ばたきさえ、その朝には大きすぎるほどだった。え？失礼しました。差し出がましい真似をしてご不快な思いをさせてしまったかと思います。大変申し訳ありません。いや、それはいいんだが、君、どうして内容をそんなに細かく知っているんだ？セリフまでぴったり同じだったじゃないか。こういう作品は、話の流れからするとオチは読めますよ。だが、そうだ。なぜ話を最後まで言わなかったんだ？最後まで話してしまっては、これから読む方にとって楽しみがなくなってしまうでしょう。失礼。俺ではお客様のお相手は務まりませんね。別のものに変わります。失礼をいたしました。ああ、君！
どうかしましたか？いえ、大丈夫です。ちょっと人に酔っただけです。何でもありません。好きな一節ですか？すべてが幸福に近づく一足ずつ。じゃあ俺もその言葉を覚えておくようにします。ありがとうございます。そうですね。戻らないんですか？ああ、もう。なんでせっかくの休みなのに買い出しなんか行かなきゃいけないのさ。こういう時は先輩が代わってくれるもんじゃないの？みんな大人げない。しかももう一人はなんかすっごく眠そうだしさ。はい、ただ昨日は少し遅くまでやっていたので寝不足なだけです。それで最近は帰りも遅いし、なんだかスマホを持ってこそこそトイレに行ったりなんかするのよ。そうですか。スマートフォンやパソコンにロック。そういえば、前はロックなんてしていなかったのに、最近では書けるようになってきたわ。怪しいですね。何か見られたくないものがあるのかもしれません。まあ、なんてこと。私に隠し事をするなんて。ご主人には申し訳ありませんが、中身をチェックしてみた方がいいかもしれませんね。でも、パスワードがわからないし。例えば、電話番号とか誕生日とか、記念日とか、あとは、銀行の暗証番号だとか。そういえばあの人、お気に入りの数字の羅列があって、暗証番号をよく同じものにしているわ。解除できたら、中のデータもコピーしておくことをお勧めしますよ。消されて証拠隠滅されてしまっては大変ですから。そうね。ありがとう。また来るわ。終わりました。お疲れ様でした。あんなの適当に切り上げて帰らせればいいのに。
おかげで僕も帰るの遅くなっちゃったんだよ。そういうわけにはいきません。一度話を伺った以上、最後まで責任を持たないと。だからってあんな話をずっと聞かなくたって。っていうか、滝沢先輩ってなんであんなに不倫とか浮気とかそういう相談に詳しいわけ？別に好きで詳しくなったわけではありません。ただいましたから。いましたから？それってどういう？タクシーで行こうよ。じゃあさ、歩いて行こうよ。歩くには少し遠くないですか？それにこれを全て買ったら帰りは荷物が多くなりますよ。でもさ。もしかして乗れないんですか？違うよ、乗れないわけないでしょ。もう分かったよ。いいよ自転車で。大丈夫、もう子供じゃないんだし、前みたいには転ばないし。何言ってんの？大丈夫って何がさ。さあ、さっさと行こうよ。よっ、おい、とやっぱり乗れなかったんですね。違うから。自転車なんて久しぶりに乗るから感覚がつかめないだけだし。自転車は一度乗れればあまり感覚は忘れないような気がしますが、でもこれだと着く前に事故になりそうですね。仕方ない。行きは自転車を押していきましょう。帰りのことを考えると自転車はあった方がいいですし。じゃあ誤解だからね。別に乗れないわけじゃなくて、ちょっと苦手なだけなんだからね。そうですか、わかりました。うわあ、その言い方完全に信じてないじゃん。どうぞ。ていうかさ、ずっと気になってたんだけど、なんで先輩は滝沢先輩のこと名前呼びなの？僕のことは名字だよね。それだけ？なんだ、僕てっきり滝沢先輩とは特に仲がいいからそういう呼び方なのかなと思っちゃった。じゃあさ先輩、
僕のことも名前で呼んでよ。僕もそっちの方がいい。いいでしょ？やったー！じゃあこれからは僕のことをそう呼んでね、先輩。あれ？この呼び方ダメだった？僕のことを名前で呼んでくれるなら、僕も先輩のことを名前で呼ぼうと思ったんだけど。本当？よかった！あれ？滝沢先輩、どうしたの？なんか不機嫌っぽい。わかりづらいかと思ってたけど、滝沢先輩って結構わかりやすい人なんだ。面白い。早く行かないと混んできますよ。行きましょう。へえ、滝沢先輩って、だって先輩の隣ならともかく、滝沢先輩の隣だとすっごく目立つもん。だからし言っとくけど、僕今成長期なんだからね。お父さん身長高いし、これからすごく伸びるんだから。でもまあ、伸びない人は伸びないですけどね。ちょっと滝沢先輩、さっきの根に持ってるの？何の話ですか？俺はただ可能性の話をしただけです。別に君のこととは言ってませんよ。そう。でも、僕は伸びるからね。そうですね。結果はどうあれ、希望を持つことはいいことです。希望とかじゃなくて、絶対伸びるし！大体滝沢先輩、自分が身長高いからって僕のこと見下ろさないでよね！そんなつもりはありませんが、被害妄想じゃないですか？まあ、どうしても気になるというのなら、目線が合うようにかがみますが。ちょっと！そんなにかがむほど僕の身長低くないから！え？あ？すみません。三人で、ずっと？先輩、さっきのメモ見せて。これはパス、これも重いからダメ、これは面倒そうだから嫌、これはオッケー、これも大丈夫。うん、このくらいかな。はい、これ返すね。丸がついてるのは僕が買って帰るから、先輩たちはそれ以外のやつをお願いね。今日ずっと三人でいるなんて絶対嫌。僕は一人で回るからね。荷物が多くなったって大丈夫でしょ？荷物持ちがいるんだし、せっかくでっかい図体してるんだから、それくらい朝飯前だよ。そうですね。
小さいとたくさん荷物を持つのも大変でしょうし。僕、もう行くから。お金は立て替えとくから学校で精算してね。帰り、自転車で転ばないように気をつけてくださいね。じゃあ行きましょうか。さっきの。追い打ちかけていましたか？ただ単純に危ないので気をつけてと言ったつもりだったんですが。楽しそうですね。いえ、構いません。でも女性は本当に買い物が好きですね。いえ、一般論です。あ、そこのお店ですね。次に買うもの。お疲れ様でした。じゃあ学園に戻り、向こうを通りましょう。ああ、すみません。一人で先に行ってしまって。すみません。ありがとうございます。俺の好み、知っていたんですね。そうなんですか。ああ、これ、代金です。いえ、そういうわけにはいきません。そうでしょうか。
君のご両親はどんな方たちですか？そうですか。君を見ていると、とてもいいご両親のもとで育てられたんだなとわかります。俺の両親は、君の家とは正反対です。どちらも仕事の忙しさを理由に、二人で過ごすどころか、家にすらろくに帰ってこない。正直なところ、物心ついてから両親が家にいた記憶はほとんどありません。その家政婦も仕事が終わるとさっさと帰ってしまいますから、夜は大抵俺一人でした。学校行事にも親が来たことはありません。成長するにつれ、両親が仕事の他にも帰ってこない理由があることを察して、期待もしなくなりました。面白いですよね。どんなに忙しい仕事の最中でも、息子に会う時間はなくても、外の恋人と会う時間はいくらでも作れるんですから。一人で過ごす時間の中で、友人と呼べるものは本だけでした。幸か不幸か、金と物だけは不自由なく与えられていましたから。膨大な数の本を並べて、もっぱらそれを共にしてきました。そのうち読むだけではなく、自分で書くようにもなりました。その世界の中では、どんな夢も理想も叶えられたから。そうすることで自分の中のバランスを保って、自分を守っていたのかもしれません。いえ。ありがとうございます。君の手は温かいですね。落ち着きます。いつも人の話を聞いてばかりなので、自分の話を聞いてもらうのはなんだか新鮮ですね。いえ。聞いてくれてありがとうございます。もう大丈夫です。そうですね。そういえば、神楽坂はきちんと買い物できたでしょうか。彼は少し世間知らずなところがあるように思います。じゃあ俺たちも戻りましょう。いえ、こちらこそ。やあ、こんばんは。いらっしゃいませ。先日は大変失礼いたしました。いやいや、気にしていないさ。それよりも今日はまた君と話をしたいと思ってね。
実は私は編集者をしていてね、あの作家とも会ったことがあるんだ。そう、なん。まあ、そういったつてでね。あの作家の作品を直接編集はしていないが、新作を先に読むことができたんだ。いかがでしたか？今回のものも素晴らしかったね。デビュー作からの期待を裏切らない出来だった。みずみずしさを持ちながら繊細で優美、そして時に豪快な文章。人は見かけによらないというのも悪いが、あの作家にあんな文章が書けるとは少し意外だった。作品から受けたイメージとは違ったからね。人は生きるために忘れるのではなく、忘れるために生きるのです。そう。主人公の姉が主人公に言うそのセリフが、私は作品の中で一番気に入っているんだ。君はすごいな。どうして出版前の作品まで内容がわかるのだろう。さあ、どうしてでしょう。超能力でもあるのかもしれませんね。申し訳ございません、お客様。少々席を外してもよろしいでしょうか。ああ、構わないよ。ひどい顔色だ。失礼、お嬢さん。先ほどの彼とは親しいのかい？そうかい。彼は不思議だね。とても面白い。どんなネタを持っているのか、とても興味があるよ。暗い中で走ると転びますよ。どうしてこんなところに。俺のために。いえ、ありがとうございます。心配をかけてしまってすみません。戻りましょうか。暗いですし、また転んでしまったら大変ですから。何か言っていましたか？あれだけじゃない。今度のだけでなく、これからあの女が出すであろう作品のすべての内容がわかりますよ。
自分で書いたものを忘れるほど記憶力は衰えていませんから。今度出る作品、あれは俺が2年前に書き上げたものです。手書きのプロットも完成原稿もある。取られた？いえ、正確には渡さざるを得なかったんです。あることと引き換えに。俺の両親の不倫のこと、それをマスコミにリークすると言われました。本当なら今あの女のいるところは俺の場所だったかもしれない。今でもそう考えます。いえ、大嫌いです。嫌いなのに、どうして俺はあの人たちをかばうような真似をしているんだろう。愛された記憶なんて一つもないのに、守る理由なんてないはずなのに、どうして切り捨てられないんだろう。すみません、つまらない話をしました。戻りましょう。なんていうかさ、すごくデジャブっていうか、普段と変わり映えしないよね、このメンツ。まあ仕方ないよ、そういう年もあるさ。要は僕たちが人気者ってことでしょ。それなら被っちゃったって無理ないよ。裏方での人手が足りなくて申し訳ないんだけど、手伝ってもらえないかな。それはともかく、内容としてはどうしますか。コンセプトによって内装もメニューも変わってくるでしょうし。そうだな、せっかくだしちょっと異国風にしてみるとか、和風にしてみるとか、何かをモチーフにしてもいいかも。でもあまり手の込みすぎたものにしすぎると今度は準備が間に合わなくなるよ。下手に凝りすぎて中途半端になったら本末転倒だと思う。かといってあまりシンプルすぎるのも面白みがないよね。やっぱり楽しんでもらいたいしさ。
いつもみたいに。まあ確かにそれなら大した打ち合わせをしなくてもいつも通りにできるから楽だよね。あとはケーキや飲み物はいつもの業者に話をつければ、内装はナイトクラブで使わなくなった椅子やテーブルを引っ張り出せばいいし。すでにあるものを使えるから準備の面ではすごく楽だと思うよ。取り寄せる時間もかからないしね。俺はいいと思う。俺も賛成です。どうせ昼間の生徒にはナイトクラブのことは分かりませんから。僕もそれで構わないよ。煩わしい準備がなくて済むのはありがたい。じゃあそうしようか。意見出してくれてありがとね。よし、じゃあコンセプトは決まったし、早速準備に取り掛かろうか。じゃあ分担して作業しよう。俺とレンジは倉庫を見て使えるテーブルや椅子を選別してくるよ。渡るも手伝って。はーい。渡るは狭いところも入りやすそうだからね。重宝しそうだ。うわ、先輩、それどういう意味です？ごめんごめん、冗談だよ冗談。こら、喧嘩するんじゃない。レンジもからかうなよ。で、メニュー決めだとかは朝日、お前に任せていいかな。わかった。業者に話をするのなら、大体何をいくつくらい仕入れたいのかっていうのも資料でまとめておいた方がいいんじゃないのかな。じゃあ俺とトーマでそっちをまとめるか。それじゃあ2人でメニューをまとめるのと、メニュー表のデザインイメージを作ってもらえるかな。ちょっと視聴覚室に行って資料をまとめてくるね。終わり次第戻ってくるから。そうですね。なんだか楽しそうですね。いえ、そうではなくて、君がですよ。俺は去年はあまり積極的に参加をしていなかったので、でも今年は少し楽しみです。君もいますし。どうかしましたか？そうですね。あまりメニュー数を多くしすぎても大変でしょうし。ではその内容でメニュー表のデザインを考えましょうか。かわいいです。こんな感じでしょうか。Thank you.
前皆川にも言われたことがあります。なぜでしょう。わかりました。そうなんですか。興味ありますか。出てみたらいいじゃないか。お疲れ様。朝日たちはどこか行ったの。せっかく飲み物買ってきたのに。まあそのうち戻ってくるだろう。君はオレンジジュースでいい？サクにはブラック。ありがとうございます。そちらはどうでしたか？あるものだけでどうにかなりそうだよ。使っていないカップとかも結構あったからそのまま使えそう。そっちもだいぶ進んだみたいだね。ところで何？ミスコン参加するの？そうなの？結構上位行くと思うけど。よかったら俺が推薦しようか。他の子は推薦したことないけど、君なら特別。からかってるわけじゃないのにな。先輩、困ってるでしょ。ごめんごめん。確かに渡るに聞いていた通りみたいだ。ね、わかりやすいでしょ。何ですか。なんでもないようだ。ねえ先輩。ただいま。あれ、みんな戻ってきてる。さっき業者には連絡を入れたから、今度詳しい打ち合わせしてくる。そっちは。さすが、仕事が早いね。こっちもバッチリだよ。よし、それじゃあみんな絶対成功させようね。先輩、一番テーブル、ケーキセットと紅茶を2つお願い。もう大変だよ。お客さんはひっきりなしだし、外の列もまだ長いし。なのに滝沢先輩はお客さんに捕まっちゃって仕事になんないし。そう、実際見てみなよ。すぐわかるから。次、私の話聞いてくれない？あ、ずるい。私の方が先に待っていたんだから。さっきちょっとお客さんの相談に乗ったら噂になっちゃったみたいで。ほら、
ナイトクラブでもいろんな相談に乗ってるでしょ。ついその感じでやっちゃったらもう口コミであの様だよ。困るよね、猫の手も借りたいって時なのに。あれじゃ仕事にならないもん。さっきお客さんの話聞いてたら、なんでも恋愛の神様とかって名前までついちゃったみたいだよ。自分のことにはすっごく鈍いのに、神様って超笑えるよね。面白い。僕、いいこと思いついちゃった。いいことだよ。ちょっとそこにブース増やすから先輩も手伝って。お客さんからは見えない位置だから大丈夫。ほらほら、時間ないんだから。すみません、注文を。どうしたんです？あれ、滝沢先輩どうしたの？お客さんは？今注文を受けたので一度抜けてきたんですが、何やってるんですか？見ればわかるでしょ？新しい催しの準備だよ。あ、そうだ、来たついでに滝沢先輩もちょっと手伝ってよ。ほら、そこの布の端持って。いや、俺は少し抜けてきただけで。いいじゃん、三人でやればすぐ終わるよ。それに、先輩だけ手伝わせる気？恋愛の神様とも崇められてるお方が白状だな。それで、これをどうすれば？その端っこをそこにテープで留めて、ぐるーっと囲むようにしてこっち側に留めて。で、パネルのないとこはこうやってっと。うん、オッケー。で、先輩は袋の中にあるやつをその机の上に並べて。演劇部から借りてきたんだ。それっぽいでしょ。まあこんな感じかな。急ごしらえにしては雰囲気出てるかも。占いの館だよ。さっき朝日先輩に OK もらってきた。へえ、誰か占いをできる人がいたんですか？いないよ。っていうかこれ、滝沢先輩用の場所だし。は？何を人の承諾もなしに勝手なことを。承諾ならちゃんともらったし、朝日先輩いいって言ったよ。皆川のではなく俺の承諾です。そんなの当たり前で。ねえ、もう通して大丈夫？お客様がお待ちだよ。あれ、君もこっちにいたんだ。注文結構溜まっちゃってるんだけど、お願いしていい？僕もお手伝いする。それじゃあ頑張ってね。恋愛の、か、み、さ、ま。
これでティールームの方は少しは落ち着くかな。向こうは滝沢先輩に頑張ってもらうってことで。すみませんが、もう終わりで。ありがとうございます。もう二度とやりたくありません。できませんよ。ただ水晶が置いてあったので、皆さん勝手に誤解して、勝手に納得していました。俺はいつも通り話を聞いていただけです。何か聞きましょうか。気になる人ですか。無理にそんなことをする必要はないのではありませんか。そんな面倒な人のために君が傷つく必要はないじゃないですか。君を悩ませて悲しませることしかできない人に、そんな風に尽くす必要なんてどこにもないでしょう。君はその相手のことが好きなんですか？俺は何もしていません。聞いただけで。その人と俺は違うでしょう。俺だったら戸惑います。でも、そんな風に一生懸命に考えてもらっているとしたら、きっと嬉しいだろうと思います。俺のですか？そうですね。最近少し気になることがあって、最近ある特定の人物に対してだけ変なんです。その人のことだけをつい目で追ってしまったり、気がつくとその人のことを考えていたり、別の誰かと話したり笑っていたりするのを見ると、妙に心がざわついたりして。
本では恋愛をしている時の描写でそういうことをよく目にします。でも俺には、これが恋と同じなのかわからない。こんな風になるのは初めてなんです。だからこの感情を恋と呼んでいいのか、もし違うならこの感情は一体何なのか。幸せ。そうですね。その人のことを見ていると、なんだか気持ちが落ち着いて、暖かくなります。でもこれが恋かどうかは、俺じゃないとわからないんでしょうか。そうなら明確な基準はどこにあるんでしょう。でも怖いんです。これが本当に恋だったとして、もしその人に迷惑だと思われたら、拒絶されたらと思うととても怖い。本人に、ですか。それなら。俺がこんな感情を持つのは迷惑ですか。君が直接本人に聞いた方がいいと言ったのでそうしたんですが、正直、これが恋なのか今でもきちんと判断はできていません。けれどさっき言ったように、君のことをいつも追ってしまうんです。君が誰かと楽しそうにしているのを見ると胸が苦しくなる。こんな思いは迷惑ですか。よかった。それなら、俺はうぬぼれてしまってもいいんでしょうか。さっき相談を受けたあなたの相手のこと、あれは俺のことだと期待してしまってもいいですか。よかった。本当はさっきからずっとあなたの相手に腹が立っていたんです。君をそんなに悩ませているのは一体誰なんだろうって、俺は自分自身に嫉妬していたんですね。すみません、俺はすごく強硫な人間なんです。いえ、君はまだ知らないだけです。本当の俺を知ったら、君は怖くなって離れていってしまうかもしれない。
君の知らない俺は、とても恐ろしいものかもしれませんよ。ありがとう。そうですね。そろそろ出ましょうか。片付けをしないといけません。ずっと中にいたからか、眩しいですね。まるで別世界のような気さえします。おーい、滝沢先輩、お疲れ様です。あれ、なんだ、先輩もこっちにいたんだ。探しちゃったよ、もう片付けだよ。はい、こちらの片付けが終わったらそちらを手伝いに行きますよ。神楽坂も君を名前で呼んでいるのに、俺だけ名字で呼ぶのは尺ですから。ねえねえ、秋にまた三月舞子の新作が出るんだって。あ、知ってる。私も今朝ニュースでやってるのを見たよ。楽しみだよね。おかげでとてつもなく陳腐な終わり方にされてしまいました。あんな安易な結末を迎えるために書いたわけではないのに。いやあ、今日も指名させてもらったよ。ありがとうございます。君と小説の話をするのは楽しくてね。知ってるかい？また今週に三月舞子の新作が出るよ。ええ、ニュースなどで報じられていますね。デビュー作からヒットを飛ばしているからね。注目も当然大きくなるさ。だが、今回のは。何かありましたか？いや、原稿を読んだのだがね。なんというか、これまでの作品の情感やみずみずしさが失われている気がしてね。まあ、内容は今回も面白くはあったがね。それに話題性は十分だし、前作に劣っていても、どうせ売れるのだから構わないのだけれど。内容がどうであれ売れるものですか。売れるのに必要なのは文章力や表現力そのものよりも、作家自身がどれだけ自分をプロデュースできるか
その能力だよ。もちろん前者が乏しければ長続きはしない。だが後者が丸きりないのでは、そもそも手に取ってもらえることすらない。何かしら普通とは違う。年齢や出自、経歴だとか、そういう人の興味を引くものがあるのなら、最大限それを活用するべきだよ。例えば芸能人が書いただとか、中学生が書いただとか、そういう奴らはちょっとくらい才能が乏しくったって、才能豊富な凡人よりも売れるものさ。じゃあもしそのプロデュース力が優れていた人間が、例えば別の誰かが書いたものを自分のものだと偽って出したとしても、それは悪いことではないですか？ん？ああ、まあこの業界、そういうこともさして珍しい話ではないからね。それが嫌なら、ずる賢くしたたかに、他人を蹴落としてでも這い上がるくらいの気ぐらいを持たないと、やってはいけないだろうね。ただ純粋に興味が湧いただけですよ。ちょっとした疑問です。そうかい。そうだ、君は今回の新作をどう思う？さあ、読んでいないのでわかりません。ほや、そうかい。前のと同様、今回も知っているのかと思ったよ。君の超能力でね。ご期待に添えず申し訳ありません。いや、こちらこそ悪かったね。さて、じゃあ今日はこれで失礼しようかな。残りの仕事を早めに片付けとかないといけない。そうですか。お気をつけて。またのおいでをお待ちしております。ありがとう。ああ、そうだ。さっきの話だけどね。活用するときは時期も見極めた方がいい。それを活かすのに一番最適な時期。そうですか。でも、俺には特に関係のないことですね。まあザレ事だと思って聞き流してくれればいいさ。それじゃあまた。ええ、ありがとうございました。君の手を今少しだけ貸してもらえませんか？ありがとう。もう大丈夫です。君の手は安心します。暖かくて柔らかで優しくて。踊ります。次のお客様のお相手をしないと。
なんかさ、最近サクのやつ変じゃない？顔色あんまり良くないし、授業中も上の空っぽいしさ、何か聞いてる？まあ、寝不足はあるかもしれないな。あいつ、夜に寮に戻った後も部屋でしばらく起きているみたいで、前に明け方まで部屋の明かりがついてたよ。もうすぐナンバーワンを決める頃になるから緊張してるのかもしれないね。まあ多分それはみんな同じだろうけど。うん、みんなそれになるために頑張ってるからね。会のやつも上がろうって必死だよ。もちろん俺も含めてね。どうしたんですか？こんなところで。俺を？どうして？そうですか。すみません。ずっとここで待っていてくれたんですか？でも手がこんなに冷えてる。寒かったでしょう。どうして君が謝るんですか？こんなところにいつまでもいたら風邪をひきます。寮へ帰りましょう。少し狭いかもしれないけど、よかったら一緒に入ってください。どうしてですか？誰かに見られると困りますか？俺は困らないですけど、君には迷惑ですか？俺が近くにいるのは迷惑ですか？
俺は本当はずっと君と一緒にいたいです。人がいてもむしろ見てもらえるように、そうして誰も君に近づけないように。いえ、独り言です。何でもありません。何ですか？もう少しだけ時間をください。そうしたら一番に君に聞いてほしいことがあるんです。ありがとう。その時が来たら絶対に君に。公演なんてするつもりだ。もうすぐ寮です。これ使ってください。平気です。男子寮の方が近いですから。それに今は見られたくない。すごいよね、こんな大事な時期に休むなんてさ。もうすぐナンバーワンが決まる頃だっていうのに余裕なのかな。ま、僕にはありがたいけど。おはようございます。大丈夫とは？ああ、いえ、ただ気分が乗らなかっただけです。でも次は行きます。そろそろ順位を決める時期ですから。心配してくれてありがとう。そうか。
君は知らないんですね。ナンバーワンを取った生徒には学園長から特典がもらえるんです。ええ、望めばよほどのことでない限りは叶えてもらえます。それこそ人生を変えられるような大きなことでも。ええ、俺は今度こそ自分だけの作品を書きたい。自分だけの人生をつかみたい。いつまでも誰かの操る人形のままではいたくないんです。そのためには誰かに負けるわけにはいかない。絶対一位にならないと。あら、ねえ、サクちゃんじゃない？して。おはよう。休日なのに早いのね。それとも寮に住んでいる高校生ってみんなこんなものなのかしら。あら、私の講演会の案内？嬉しいわ。サクちゃんが興味を持ってくれるなんて。ぜひ講演聞きに来てね。どうしてあんたがここにいる？あら、あんただなんて。昔みたいに舞妓お姉ちゃんって呼んでくれてもいいのに。ま、ふざけるな！どうしてここで講演会なんて。こちらの学園長先生にお招きいただいたのよ。お世話になっている監督の息子さんがいる学校からの依頼だもの。断るわけにはいかないでしょ。それで今日はその打ち合わせにね。あとは学園内に興味があったから少し見させてもらっていたのよ。監督、お父様が寂しがっていらっしゃったわよ。最近長期休暇に帰宅どころか連絡もほとんどしていないんですって。お母様もご心配なさってるわ。そうだ、今度4人で食事でもしましょうよ。ご両親とあなたと私で。それともお家で私が作りましょうか。私の作るハンバーグと付け合わせの甘い人参のグラッセ、あなた大好きだったものね。は？寂しがってる、心配してる。誰が？誰もいない家に帰ってどうしろと。返事どころか読まれすらしない連絡に何か意味が？あちらが俺を気にしないのと同じように俺も気にしていない。父も母も、あんたも。あら、そんな冷たいこと言われたら私悲しいわ。小さい頃からずっとあなたのお世話していたのに。やめろ、気持ち悪い。小さい頃、あなたの遊び相手にって監督が私をお家に連れて行ったあの日から、私たちずっと仲良くやっていたじゃない。それなのに、そんなに怖い顔するなんて、私寂しいわ。よくもそんな何事もなかったように話せるな。盗作なんてする人間は面の皮も厚くて当然か。あら、怖いわ。一体何のこと？しらじらしいな。自分が一番よくわかっているくせに。まあ、本当にわからないのに。ダメよ、サクちゃん。そんなこと言ったら、そこの女の子が変な勘違いしちゃうじゃない。彼女は、全部知ってる。あら、そうなの。
ダメじゃない、サクちゃん。そんなことをペラペラ簡単に話したら。これは私たちだけの秘密のはずでしょ。そんなことしたらご両親も悲しまれるわ。私たちは運命共同体、ずーっと一緒でしょ。お互い持ちつ持たれつじゃないの。持ちつ持たれつ、随分と一方的に思えるけど。一方的じゃないでしょ。ご両親のこととあのことと、二つも黙っているのだから、天秤としては同じくらいよ。そう。ずるいわね。都合の悪いことは秘密にしておくなんて、卑怯だわ。あれは、関係ない。あんたが。秘密にしておくのも嘘をついているようなものよね。ずるくて嘘つき。悪い子ね。それじゃ、その子に嫌われちゃうわよ。ああ、だから昔からあなたの周りには誰もいないのかしら。誰からも愛されないって悲しいわよね。あら、まあ、怖い。あなた、彼のお友達？そう。サクちゃん、お友達できたのね、私以外にも。でも、あれを知ったら、その子も一緒にいてくれるかしら。三月先生、こちらにおられましたか。学園内の案内でしたら、おっしゃっていただければいたしましたのに。学園長、おはようございます。あ、いえ、打ち合わせの前に少し中を見学させていただきたいと思っただけですから。作中で学校の描写をさせていただく際の参考になりますわ。やっぱり、実際に見てみないと良い描写はできませんもの。それに、彼にも会えましたし。ああ、そういえば滝沢くんのご両親とは懇意になさっているとか。滝沢くんともお知り合いだったのですか。ええ、彼が小さい頃からとても仲良くしておりますの。ご家族ぐるみでのお付き合いですわ。ねえ、サクちゃん。そうでしたか。ああ、ならちょうどいい。講演会の日、誰か一人あなたのご案内役に生徒をつけようと思っていたのですが、彼なら適任でしょう。いや、俺は。あら、ありがとうございます。でも彼も忙しいでしょう。よろしければそちらの生徒さん、彼女に当日お願いできませんかしら。ええ、同性の子の方がいろいろと来やすいですし、せっかくですから現役の女子高生のこのお話もいろいろ聞いてみたいわ。ねえ、ダメかしら。なるほど、確かにそうですね。すまないが、お願いできるかい。いろいろなお話がしてみたいわ。そう、いろいろと、ね。嬉しい。じゃあ当日はどうぞよろしくね。サクちゃん、今度またゆっくりお話ししましょうね。どういうつもりで、あの女一体どういうつもりで君を。来ないでください。
今君といたらきっと俺は君を怖がらせてしまう。だから今は来ないでください。あの女が何を言っても俺のことを信じてくれますか？こんにちは。今日はよろしくね。そんなに緊張しないで。始まるまでまだ少しあるのよね。それまでおしゃべりしましょうよ。あの後彼、あなたに何か話したかしら？あら、そう？よほど知られたくないのね。あの子昔からそうよ。自分に都合の悪いことは言わないの。ずるい子よね。そう？でも事実だと思うわよ。あなたもあのことを知ったらきっとそう思うわ。知りたいでしょ。教えてあげましょうか。知ることはあなたのためでもあると思うわ。私のことは聞いているんでしょ？それからご両親のこともかしら？そう。ええ、そうね。確かにそれは事実。でもそれだけ？ええ。じゃあやっぱり彼はずるい子よ。あなたにそれだけしか話してないのなら嘘つきだわ。ええ。しかもとっても大きな、ね。まあ、気持ちはわからなくもないけれど、あんまり他の人に知られたい話じゃないでしょうし。でもそうね。これは知っておいた方がいいわよね。あなたのためだもの、ね。と彼は教えてくれないでしょうし、私が教えてあげるわ。あのね、私ね、前に彼に襲われたの。信じたくないわよね、わかるわ。でも本当のことなの。私、彼のお父様、滝沢監督の助手をやっていてね。その関係で、さくちゃんがまだ小さかった頃から、彼の遊び相手をやっていたの。とは言っても、初めて会った時、彼はまだ9歳くらいだったし、物静かな子だったから、一緒に本を読んだり、テレビを見たりするくらいだったけど。あとは、ハウスキーパーさんが来られない時には、ご飯を作ってあげたりもしたわ。私の作るご飯、美味しいっていつも食べてくれて。あの子、ご両親が忙しくて一人の時が多かったから、私にすごく懐いてくれたわ。中学生になってからもそれは変わらなかった。でも、あの子が中学3年生の時、その日もご両親がお仕事でいらっしゃらなくて、私とあの子しか家にいなかったの。その時、
サクちゃんが。私も悪かったの。いくら小さい頃から知っているからって、あの子もれっきとした男の子だって理解して、もっと自己防衛しておけば。でも、ちょうどその時彼のお父様が助けてくださって、未遂だったし、彼も、ほら、その頃って性に敏感な年頃でしょ？私は大ごとにしたくなかったのだけれど、滝沢監督は申し訳ないことをしたってとても気にされて、どんな償いでもするって言ってくださったの。私から要求したわけじゃないのよ。それに、あの子も最終的には了承したし。だから、私が作品の譲渡の代わりに黙っているのは、彼のご両親のことよりも、彼自身のことの方が大きいのよ。なのにあの子、あなたにはそれを言わなかったのね。ほら、やっぱりずるい。ひどい子だわ。ごめんなさいね。あなたみたいな子供には信じたくない事実よね。でも、本当よ。強情ね、あなたも。じゃあ反対に、どうしてあなたはそんなにあの子のことを信じられるのかしら？秘密にされて、嘘をつかれて。なのに、あなたはあの子を信じられるの？美月先生、そろそろお時間になりますので、行動へお願いします。はーい。短い時間だったけれど、おしゃべりできてよかったわ。ねえ、一つだけ確かなことを教えてあげるわ。あなたが信じようと信じまいと、私とあの子の関係は一生変わらないの。あの子、私に対してだけは他の人たちに対してとは違う話し方をするでしょ？ご両親にも同じなの。私に気を許しているっていう証よね。あの子、なんだかんだ言っても私のことが好きなのよ。私の言うことには一つも逆らえないんだもの。有意義な時間をありがとう。私の講演、あなたもぜひ聞いてちょうだいね。公演、行かなかったんですか？もう始まっている時間でしょう。行く価値なんてありませんよ。あんな女の公演なんて。どうかしたんですか？あの女に何か言われたんですか？答えて。あの女は君に一体何を話したんですか？俺には言えないことですか？じゃあどうして目をそらすんです？あの女、そんなこと。それで君は、その話を聞いてどう思ったんです？
嘘じゃないと言ったら、ある意味ではそれは本当です。俺はそれであの女の言いなりにならざるを得なかった。嘘だって思うんです。確証なんて一つもないのに、なぜ君は俺をそうやって無条件に信じるんですか。俺がそう言ったから、それだけで俺を信じ続けられるんですか。俺だって君のことを信じたい。何の疑惑も不信もなく君のことを信じたいんです。でも怖いんです。君は俺のそばにいてくれると言った。でもそれは本当なのかって。人の心なんていつ変わるかわからない。現に君は俺以外の人ともいつも楽しそうに話している。皆川とも、神楽坂とも。本当は君を俺以外の誰にも見せたくないし、話してほしくもない。俺だけのものでいてほしい。前に言いましたね。俺のこの気持ちが恋なのかどうかわからないって。でももしこれが恋と名のつくものなのだとしたら、これはなんて醜い感情なんでしょう。君に向けるにはあまりに醜悪で残虐で、俺のこんな本心を知ったら君は怖がって離れてしまうでしょう。たとえ今は平気だったとしても、いつか鬱陶しく思う日が来るかもしれない。そう考えると怖くて、心の底では君を疑ってしまうんです。変わらないものなんてあるはずないって分かっているんです。永遠なんてあるはずがないって。はい。成長。俺の抱いている思いはきっと君には重すぎます。君を縛りつけてがんじがらめにしてしまうかもしれない。強いですね。叶いませんね。仕組まれていたんです。あの日、俺の原稿を彼女が盗んだことを問い詰めようとして二人で話をしたんです。雑誌で大きな新人賞の結果発表を見て、
そこに掲載されている作品が自分のものだと気づいたんです。結末をどうするかに少し悩んで、完成間近で置いておいた作品でした。その原稿のことは彼女にしか話していなかったし、置き場所もあの女しか知らなかった。だから真っ先に彼女を問いただしました。あの女は悪びれることもなく盗んだことを白状しました。そしてそれを自分の名前で新人賞に応募し、デビューが決まったことも。でもそれは俺の権利です。きちんと出版社に説明をして受賞の取り消しをするように言った俺を、あの女は鼻で笑いました。彼女と俺、世間は一体どちらを信じるか。それにあんな作品で賞が取れたのは自分自身の魅力も相まってのことだと、馬鹿にしたように。俺は思わずカッとなってあの女の方を打ちました。そうしたら急に自分で自分のブラウスを破って悲鳴を上げ始めて、その日父が帰ってくることをあの女は知っていたんでしょう。悲鳴を聞いて俺の部屋までやってきた父にすがりついて泣いていました。状況だけ見れば誰だって誤解するでしょうね。ましてや息子とはいえ、普段関係の薄い親子です。父は話も聞かず俺を殴りました。事実はどうあれ、現場状況ではそう信じてしまうのは確かですし、あの女を叩いたのも事実です。それに父は恐れたのでしょう。自分と妻の不倫、そして息子の不祥事、これを全てリークされたら今まで築き上げてきたものが全て水の泡ですからね。要するに俺はスケープゴートだったんです。俺さえおとなしく言うことを聞けば全てうまくいく、そういうことです。でも俺はもうこんなのは嫌です。誰かの影になり続けるのはもう嫌なんです。だから俺は絶対にナンバーワンを取ります。取って今度こそ自分の名前で自分のものとして作品を発表したい。そのためには両親にもあの女にも邪魔されない確実な後ろ盾が欲しいんです。それを学園長は持っているから。それはまだ秘密です。でも書き上がったら君に一番に読んでほしい。いいですか？ありがとう。みんな自分の指名している相手をナンバーワンにさせたいんですよ。だからこの期間になると特にお客様が増えるんです。それにしてもね、まさかこの年になってこんな風になるなんて思いもしなかったわ。あの人のことがちらついて夜も眠れないなんて、初めて恋を知った中学生じゃあるまいし。でもその人のことがお好きなんでしょ？そうよ、認めちゃえばもっと楽になるじゃない。四十も過ぎた女がそんなに簡単には考えられないわよ。今まで割り切った関係の付き合いしかしたことがないから、もしかしたらただ単に物珍しさから彼のことを欲しがっているだけなのかも。二十代の恋は幻想である。三十代の恋は浮気である。人は四十代に達して初めて真のプラトニックな恋愛を知る。ゲーテの言葉です。
お客様もそうなのではありませんか。それに、恋というものは、気づいた頃にはもう深みに落ちているものですよ。胸の痛みすら甘く思えた時には、もう手遅れなんです。あら、ロマンチック。それも誰かの受け売り？いえ、これは経験に基づいた個人的な主観です。驚いた。あなた、そんなに柔らかく笑えるのね。いつも恋愛関係の相談ってなると、誰かの言葉の引用ばっかりで、どこかそらぞらしかったけど。そ、私たちもおばさんになっちゃったわね。なんだか子供の成長を見ているような気分だわ。まあ、自分の子供はいないんだけど。あんたも私も虚しいわね。それで？あなたの恋はどうなの？どうとは？20代の恋は幻想。30代の恋は浮気。なら、10代のあなたの恋は？革命であり希望でしょうか。俺にとってのこれは、今までの自分を根底から作り返されるような革命で、未来へ向かう希望の始まりです。俺は、彼女に出会って強くなりたいと思いました。彼女と一緒に成長したいと思うようになりました。下ばかり向いていた視線を前へ向けるようになったのは、彼女がそばにいてくれたからです。暑いわね。やっぱり若いっていいわ。よし、じゃあそんな恋する少年のために、ここは一つ、どーんと注文でもしちゃいましょうか。もう、そういう言い方っておばさんの証拠よ。でも、そうね。そういう暑さって、いくつになっても持っていた方がいいわよね。私も、格好つけたり悩んだりしていないで、少しは素直になってみようかな。お疲れ様です。君を待っていたんです。一緒に帰ろうと思って。迷惑でしたか？いえ、君の言葉は裏がないのでとてもいいなと。今までは誰に対してもつい言葉の裏を勘ぐってしまっていたんです。どんなに優しいことを言われても、その裏で何を考えているんだろうと。でも、君の言葉はすべて素直な心として俺の中に入ってくるから。だからとても好きなんです。え？そうですか？じゃあ帰りましょうか。そうですね。ここ最近ぐずついた天気が多かったから、星空を見るのは久しぶりですね。いえ、でも気をつけないと怪我をしますよ。夜は暗いですから下を見ないと。そうだ。これなら安全でしょ？嫌ですか？
そうですか。ならなおさら話すわけにはいかないですね。君が転んでしまったら大変です。意地悪ですか？俺はただ君の心配をしているだけなんですが。すみません。からかっているわけではないですよ。ただ君が可愛いのでつい言ってしまいました。俺、余裕があるように見えますか？そうですか？でも本当は余裕なんて全くないんですよ。君が隣にいるだけで心臓が速くなって苦しくなるんです。今だってこんな風に手をつないでいるとすごく鼓動が速いです。もしかしたら君が手をほどいてしまうんじゃないかと思うと怖くて、必要以上に力を入れてしまったりして、余裕なんて少しもないんです。君が思っているよりもずっと小さい人間ですよ。ずるくて嫉妬深くて臆病な、そんな人間です。君はすごいです。ありがとうございます。さすがに今日の人数は。本心を言えば、正直なところ驚きました。こんなにたくさんの人が俺のために来てくれたことに。今まで俺のことなんて誰も気に留めていないと思っていました。昔からずっとそうだったから。俺は今までたくさんの相談を受けてきました。時には誰かの心を軽くできていたかもしれない。おこがましいけれど、助けていたかもしれない。でも、実際のところ助けてもらっていたのは俺なのかもしれないって今日思ったんです。そう思えるようになったのは、君のおかげです。今までは愛されることばかりを望んでいました。でも君を好きになって、愛する側の楽しさを知って、俺、情熱を持って恋したことのない人間は、人生の半分、それも美しい方の半分が隠されている。スタンダールの言葉です。これまではよくわからなかったけれど、君に会ってから、俺はその言葉の意味がわかるようになった気がするんです。君がそばにいることで俺はいろいろなことを知りました。好きになることの楽しさ、苦しさ、他人に向けられる君の笑顔を見るときの切なさ、嫉妬。それから、そんな醜い自分を受け入れることで手に入れられる新しい自分の一面も、すべてが光に溢れているというわけではなかったけれど、どれも綺麗で、君に恋をして、俺は変わりたいと思うようになりました。君のそばにいられるような人間になりたい。そしてこれからもずっと君といたいんです。
今夜は本当に月が綺麗ですね。今が夜でよかった。今なら誰にも見られないから。今だけは、君を俺だけのものにできますから。少しだけ、ゆっくり帰ってもいいですか？いやあ、君との話は楽しいね。なんだか初めて恋をした頃を思い出すよ。初々しい恋なんてもうできるものじゃないものね。ああ、それにしても浮気だの不倫だのしている奴らに聞かせてやりたいくらいよ。私も前の恋人とは彼の浮気で別れたの。やっぱりこういう世界にいるとダメね。芸能界なんてそういうのが多いんだもの。そういうものなのですか？おや？興味があるのかい？意外だね。あまりそういった俗っぽいことは興味がないのかと思っていた。あ、いえ、少し気になっただけで。そういうものよ。表は華やかに見えるけど、ああいう特殊な世界は裏ではドロドロしているんだから。実はね、これは秘密なんだけど。あとはあれも有名よね。映画監督の滝沢監督。まあ、あの人のところは奥さんも似た者同士だから、お互い了承済みなのかもしれないけど。ああ、あの二人は未だにご盛んだね。園田さんの方は、この前また別の若い俳優と歩いていたって聞いたよ。噂じゃ、園田薫が主演女優の座を取るために、滝沢監督を誘惑したって話じゃない？そこまで体を張れるのも女優の鏡ってやつなのかしら。まあ、そのおかげで無名の新人女優だった彼女が一気に今の地位に躍り出たんだ。体を張った甲斐はあるんじゃないのかい？それに、園田薫の実家は確か結構な資産家なんだろう？毎回滝沢監督の映画の強力なスポンサーだって話だよ。あら、じゃあお互いの利害に一致があったってわけね。お互いに計算づくかね。怖い怖い。とはいえ、そんな両親を持った子供の気持ちを考えると、なんとも言えんがね。あら、子供なんていた？滝沢監督も園田薫も子供のことなんて全然話題に出さないわよね。確か一人いたはずだよ。男か女かは忘れたけれど。ああ、ええ、知っていました。両親がお互い以外ばかり見ていることも、俺にまるで興味や関心を示していないことも、
不思議ですね。驚きはないのにショックだったんです。ずっと前から知っていたことだったのに。君の手は温かいですね。そういえばこんな風に誰かと手をつないだことは君以外とはありませんでした。すみません、少しの間だけ俺の顔を見ないでくれませんか。こんな情けない顔、君には見られたくないんです。もう大丈夫です。今まで怖がっていただけなんです。事実を受け入れたら愛されていないことも認めなければならないから。でも俺は君の隣にいられる人間になりたい。だからもうあの人たちに縛られるのはやめにします。ありがとう。今日でナンバーワンが決まるんだってね。あいにく今日は少し寄るくらいしかできなかったのでもう行くが、これは君への贈り物だ。どう使おうと君の自由だ。ありがとうございます。みんなご苦労だったね。今日は特にお客様も多かったから疲れただろう。どうやらみんなそれどころではないようだね。素直で良いことだ。では早速だが、今回のトップを発表しよう。今回のナンバーワンは、おめでとう。よく頑張ったね。ありがとうございます。早速だが、明日学園長室に来てほしい。いろいろと話をしたいからね。Thank you.
礼します。俺が頼んだんです。同席しても構いませんか？君がいいのなら私は構わないよ。さあ、それじゃあ早速だが、特典の話をしようか。では聞こうか。君の望みは何だい？その前に、一つ質問をしてもいいですか？構わないよ。何かな？なぜあなたはこのようなことをしているのですか？このような、というと、特典のことかい？それもありますが、ナイトクラブそのものをです。私がナイトクラブを開催する理由は、日々の生活に疲れた人々に癒しを差し上げたいと思ったからだよ。ではナンバーワンへの特典は？お客様のために頑張ってくれたんだ。ご褒美は必要だろう？おやおや、信用できないという顔だね。そんな利他的なお考えをお持ちとは思っていないので。ひどいな。しかし鋭いね。先ほど言ったことは嘘ではないよ。人が集まるところにはいろいろなものが集まる。私はそれを見るのが好きなんだよ。そして今回は君がそれをたくさん集めてくれた。それに対して対価となるものを与えるのは当然のことだろう。つまり、俺が聞いたいろいろな情報をお知りになりたいと。彼らの持っているものはいろいろと使い道があるんだ。いざという時、駆け引きの道具にもなる。要するに特典は情報提供の対価、そして口止め料ということですか？それは人聞きが悪いね。双方利点のある対等な取引だろ？君は私と似たところがあるから、そんなことは言わないと思っていたけどね。目的のためならば手段は選ばない。君はナンバーワンになってやり遂げたいことがあった。だから今こうしてここにいるんだ。ええ、そうです。俺にはやりたいことがあるんです。人を押しのけてでも。俺の望みは作家としてデビューすることです。そして両親の力が及ばないよう学園長の支援をお願いしたく思います。ふん、作家デビュー。そのための作品はすでに書いています。おこがましいですが、デビューできる力は持っていると自負しています。ああ、そうだね。それに関しては全く不安は持っていないよ。私も読ませてもらったが、素晴らしかった。え？三月舞子の作品、あれは君が書いたものだろ？どうして？わかるさ。以前彼女と会った時、君たちの様子がどうもおかしかったからね。それに、彼女にはあの作品は書けないよ。野心的な人間は好きだが、中身の伴わない人間は好きではないんだ。部をわきまえない人間は不愉快だからね。ま、君の希望は分かったよ。要するに、彼女に奪われた名声と地位を、本来の持ち主である君の元へ戻し、
君のデビューの手助けをすればいいんだね。そうです。いいだろう。私も君の作品を読めるのは楽しみだからね。喜んで協力させてもらうよ。デビューから君の活動が軌道に乗るまでね。ただし、それには条件がある。条件？まず第一の条件。先ほども言った通り、君がお客様から聞いた秘密は全て提供してもらう。今回君がナンバーワンになったのはちょうどよかった。あの中でも君が一番お客様の心の中に入り込むのがうまかったからね。さぞいろいろな話を聞いたことだろう。何、難しいことじゃない。ただそれを私に話してくれればいいだけのことだ。第一ということは他にもあるのでしょう。物分かりが良くて助かるよ。第二の条件は君のデビュー作の内容について。内容？そう、ぜひ君に書いてみてほしいものがあるんだ。何でしょう？内容は次の二つのどちらかがいい。そしてもう一つの注文として、恋愛小説であること。恋愛小説？君の作品にはあまり恋愛的な描写がなかったからね。私はそれが読んでみたいんだ。君の考える人を愛するという行為はどんなものなのか、とても興味があるよ。そして肝心の内容、二つあるテーマのうちのどちらかで書いてほしい。で、お互いに配偶者を持っていながら他の異性との愛に勤しむ夫婦の行き着く先か、妻がいる男との恋愛を楽しむバカな女の末路か。それは。どちらも面白く料理のできる題材だろ。君ならきっとこのテーマを素晴らしい作品にしてくれると信じているよ。学園長、あなたは全て知っていらっしゃるのですか。何のことかな。私はただ君の手で書かれるそんな作品が読んでみたいだけだよ。親を売れということですか。言っている意味がよくわからないな。でも、もしも君の作品を読んで誰かが何かを勘ぐったとしても、それは預かり知ったことではないがね。なぜそんなことをお望みに。両親がどうなったところであなたには何の得にもならないでしょうに。君のお母上のご実家は老舗の食品会社だったね。国内でトップシェアを誇るとても大きな企業だ。実は私も新たにそちらの業種にも手を伸ばしたいと考えているんだ。そのためにあの会社はいささか強敵でね。無論経営者の身内のスキャンダル程度で揺らぐような基盤ではないだろう。だがもしも企業自体にダメージを受けている時に
そんなことが起こったら。企業にも何か。ふふ、そこは私の仕事だからね。秘密だよ。だが、君の作品はある種の起爆剤になるかもしれない。それがあなたが俺に望む役割と対価ですか。君にもメリットの多いことだと思うけれどね。少なくとも今君が甘んじているデメリットだらけの取引とは物が違う。一度きりだ。これだけで君は自身の受けるべき名声と自由を取り戻せる。メリットですか。確かにそうですね。俺にとってこの取引は様々なメリットがあります。そうだろう。分かってくれて嬉しいよ。ですが、それですと少し俺の方が負担が大きい気がしますね。なんだって。これはこれは対等な取引だと思ったのだがね。最終的にあなたが受けるメリットは莫大なものになるのでしょう。それならもう少しこちらにも譲っていただかなければ。というと？あなたの最大の目的である以上、第二の条件は受けざるを得ないのでしょう。ですが第一の条件をお受けする理由は見受けられません。どんな形であれ、お客様は皆あの場限りの秘密として打ち明けてくださったのです。それを口外することは、仮にもナンバーワンとしてできかねます。ほう、義理立てのつもりかい？では、第一の条件は飲めないと。それでは、天秤は水平にはならないな。代わり、と言ってはなんですが、お望みでしたら学園長のお話も書きましょうか。あなたがなさってきたことを忠実に。それは、脅しなのかな。まさか、学園長はこれからの俺を支えてくださる大切な後援者ですから、良い関係を築いていきたいと思っています。ただ、学園長のお話もナイトクラブではよく耳にしていたんですよ。君は思っていたよりもしたたかなようだね。まあ、ナイトクラブでのお客様の信用を失うのも本意ではない。第一の条件については、君の言い分を飲んであげよう。ただし、私に話さないのなら、一生他の誰にも話さないこと。いいね。心得ています。では、条件は分かったね。出版社には私から話を通しておこう。どうせならば最高の出版社がいいからね。きっとどこも君の才能を放ってはおかない。君の作品、楽しみにしているよ。失礼します。この先にすごく夕日が綺麗に見える場所があるんです。みんなこんな場所があるなんて知らないけれど。
気に入ってもらえてよかった。俺の好きなものを君にも好きになってもらえるのはとても嬉しいです。どうかしたんですか？そうでしょうか。あまり他人と比べたことがないのでわかりませんが、身長が人よりも少し高いからかもしれません。うん、遊びですか？いえ、俺はやったことがないです。あんまり誰かと遊ぶこと自体がなかったですから。一文字でしたね。のですか？今度のもわかりました。月ですよね。今までのものよりも少し難しいですね。なんて書いたんですか？そうですか。じゃあ次は俺が君に問題を出すことにします。後ろを向いて。そうですね。じゃあ一つだけ、俺から君に問題を出します。先ほどの君の出した問題と同じ言葉を書いたと思います。答えはこれで正解でしたか？でも本当に君の答えと俺の答えが合っているか確認をしたいので、きちんと言葉に出して答えを教えてくれませんか？じゃあやっぱり正解でしたね。よかった。
すみません。つい嬉しくて。気分を害したのなら謝ります。学園長からの条件のこと。これは自分の中でも決着をつけなければいけない問題だから、もしかしたら学園長もそれであんな条件を出したのかもしれません。今度の日曜、珍しく両親がどちらともオフらしいので、あの女も呼んでおきました。先にケリをつけなければならない問題ですから。それに確かめたいこともありますし。全部きちんと終わったら、そうしたら一番最初に君に報告に行きます。だから、待っていてくれますか？どうかしたんですか？嫌なものを見るかもしれません。君には見せたくないものです。俺の、君に知られたくない部分も見せることになるかもしれない。それでも、それなら一生、ずっと一緒にいてもらわなければならなくなりますよ。ありがとう。ここです。今日帰ることは連絡していますから、中にいるはずです。誰が何を言っても、俺だけを信じていてくれますか？はーい。父さんと母さんは、あら、あなたもご同行？俺が連れてきたんだ。関係ないだろう。そうだけど。ねえ、彼に聞いたの？あの件のこと。そう。知ったのに一緒にいるの。物好きな子ね。先生、奥様、さくちゃんがお帰りですわ。今日はお友達も一緒です。
サク、おかえり。久しぶりだな。そちらのお嬢さんもいらっしゃい。あら、かわいいお嬢さん。サクもこんなお友達を連れてくる年頃になったのね。今日は報告があってきたんだ。おや、挨拶もなしにいきなり本題とは。まあいい。それで、報告とは何なんだい？今度本が出る。俺の書いた、俺の名前での本が。どういうこと？そうだ、サク。一体何のつもりだ？お前は彼女に作品を。どうもこうも、伝えたままの意味だよ。そんなの許さないわよ！聞こえなかったのか。俺は報告って言ったんだ。許可をもらいたいわけじゃないし、そもそも許可を与える権利なんてそっちにはないだろう。でもサク、あなた忘れたの？どうしてこんなことになったのか。押そうとしたから。すべて仕組んでおいて、よくも抜け抜けと。仕組んだって一体何を言っているの？母さんは全部知っていたんだろう。父さんとあの女が何をしようとしていたのかも、二人がどういう関係なのかも全部。あなたが何を言っているのか、私全然わからないわ。さすが本職が女優なだけはある。嘘が上手だね。なら本人に聞けばいいだけだ。父と一緒になって俺をはめて、最初から原稿が目当てだったんだろう。自分のしたことを棚にあげて相手を責めるなんて思い違いもいいところだわ。サク、お前はなんてことを言うんだ。せっかく大ごとにはしないでおいてあげていたのに、そんな風に言われたら私だってこのままにはしておけなくなっちゃうわ。へえ、このままにはか。別に俺は構わないけれど。わかっているの？あなたが私にしたことも、ご両親のことも、すべて世間が知ることになるのよ。あなたのせいで、みんな不幸になるの。俺のせい？あんたのせいだろ。公表したければすればいい。でもそれで困るのは父と母と、そして何よりあんただろ。執筆依頼がたくさん来ちゃって。どうしたらいい？監督。あいつにまた言えばいいだろう。君には逆らえやしないんだから。それにしてもつくづく恐ろしい女だね、君は。あんなことまでしてうまく罠にかかったからいいものの、もし本当に襲われでもしていたらどうするつもりだったんだ？あら、あの子にはそんな勇気ないわよ。まあそれならそれで、言うことを聞かせる手札が一つ増えたっていう程度かしら。それとも嫉妬してる？大丈夫よ、私は監督だけのものだもの。18歳の時、初めて監督に会った20年前からずっとね。この後の音声は流さない方がいいだろう。さすがに俺も父親の愛人の強制なんて聞きたくはないし、不倫にゴーストライター使用の事実、それに仕立て上げるためのやり口、公表したら世間は喜ぶだろうな。おめでとう、
注目をたくさん浴びられるね。目立つの好きだものな。なんでそんな音声持って。面白いものがあるってある人からもらったんだ。ここだけの秘密っていうのは皆誰かに話したがるものなんだよ。まったく。だからバカな女はダメなのよ。あなた、だから言ったじゃない。こんな女の考えた計画なんて、じきに崩壊するわよって。若い頃はそういう爪の甘さも可愛げに見えたのかもしれないけれど、もう年も年の女なんだから、いい加減切り捨てないと。仕方ない。策、交換条件と行こうじゃないか。それをこちらに渡す代わりに、こちらもお前の要求を受け入れよう。それは、つまり俺が自分の名前で作品を出すことを邪魔しないと。もうこの女のための作品は書かないことを認めると。ああ。そんな、監督、私はこれからどうしたらいいの？好きにすればいい。書こうとやめようと自由だ。そんな。書けばいいじゃないか。前に言っていただろ？どこかのインタビューで。書くときは小難しく考えず思うままに筆を走らせるとうまくいくって。とても簡単なことだって言っていたじゃないか。ならできるだろう。では話はこれで。ああそうだ。彼女に俺があんたたちにしか敬語を使わずに話すのは気を許しているからだって言ったんだって？残念だけどそれは間違いだよ。敬意を払うべき相手には敬語を使っているだけのことだ。あんたたちにはその価値もないからね。あとハンバーグが好きなのは俺じゃなくて父さんだよ。あんたの料理、味が濃くて昔から好きじゃなかった。それじゃあこれで、これからは俺のことはいないものだと思って。俺もあんたたちのことをそう思うから。すみませんでした。幻滅したでしょ俺に。本当はずっと怖くて単に虚勢を張っていただけなんです。でも君が隣にいてくれたから逃げ出さずに顔を上げられた。綺麗な君には聞かせたくないたくさんの嫌な言葉もあったのに、それでも俺は君があの場にいてくれたことが嬉しくて心強かったんです。ナイトクラブでいろいろなお客様から両親の話を聞いて、全部知った上で仕組まれたことだったんだと確信したんです。父の相手があの女だということも、少し皆さんの話を聞き集めればすぐにわかりました。そんな時にあのお客様がさっきの音声をくれて。ええ、編集者のあの男性です。俺の話からあの女に興味を持ったらしくて、つてでいろいろと情報を手に入れたようですよ。あんなものは構いませんよ。どうせ俺に渡す前に
向こうもバックアップは取っているのでしょうし。どちらにせよ、俺はこのことを不必要に広めるつもりはありません。ライターがいなくなった以上、あの女は勝手に自滅するでしょうし、両親のことはそのうち誰かが世間に流すでしょう。あのネタを最も効果的に活かせる時期を待っている人間はいるようですから、隠し通すことはできないでしょう。公然の秘密なんて相反するもの、いつまでも存在し続けられるわけはないんですから。あの人たち一度も俺のことは心配しませんでした。結局俺はスケープゴートとしてしか存在価値がなかったのでしょう。あの人たちの間にも愛情なんて通ってないんだ。俺に向けられるはずがない。元より持ち合わせていないものを欲しがるのも無理な話です。幼い頃からずっと望んでいたことは月を欲しがるよりも難しいことだったんです。お大嫌いなのに、憎んでいるのに、どうして俺。俺のそばにいてください。ずっとそばに。ありがとうございます。ちょうど今一区切りついたところです。あとは短編の読み切りが一本ですね。こちらはさっき書き終えたので大丈夫です。初日完売のほとんどは内容云々よりも、あの水木舞子のゴーストライターが書いたという話題性のせいだと思いますけど、でも、それでも多くの人に読んでもらえるのは嬉しいです。だけどどんなにたくさんの人に読んでもらうよりも、君に読んでもらえるのが何よりも嬉しいです。はい、もしもし。え？はい、わかりました。ありがとうございます。後ほどそちらに伺います。
それでは。先日の文学賞にノミネートされた件、今発表があって、俺の作品が大賞に決まったそうです。ありがとうございます。君のおかげです。君がいてくれたから、俺は書くことができた。いろいろなことはあったけれど、俺の進んできた道は、本当の幸福に近づく一足ずつになってきていたんですね。こちらこそ。